あとはですね、このステージの BGM なんですけどね、ちょっと複雑な話になるんですけどね、3番目 のユスティジアっていうボスがいるんですけど、このボスを、倒した後に空港 の隅のコンテナの陰でペオとルカが会話をしてですね、ルカが自分の過去、親父の迫っていた親父の追っていた謎について話すシーンがあるんですけども、そこでな流れる BGM がですね、もともとこのステージ用に、作曲した、上田くんが作曲した曲でしたね。もうちょっとこうミステリアスな雰囲気の曲に、作り直してほしいっていうことをオーダーしたので、現在の曲になってですね、ボツになった曲はちょうど回想シーン、ルカが親父のことを語るシーンに、マッチしたんで、そちらに回したという経緯がありますね。はい、あとは何か、そういえばですね、BGM といえばですね、最初の頃に戦闘シーンにマドンナの曲をね仮で当てたりなんていう、お遊びじゃないんですけどね、やってましたね。ああいう有名な曲を戦闘に使いたいっていう思いがずっとあってですね、それはフライミートゥーザムーンで果たしたわけですけどね、マドンナのああいうセックスシンボルとしての存在とベヨネッタの強さっていうのをこうイメージを重ね合わせて、そういうこともしてましたね。ここで、こういう名前をねルカが、お遊びで言うわけですけどね、この名前を使ったのはねJP の、アイデアですね。もともとねなんかルカが適当なこう女の子の名前を喋るシーンにしたいっていうことを言ってですね、ここのね、ここのベヨネッタのモーションはね、キャプチャーの時に、下村さんがすごいこだわってましたね。さっきの名前の続きですけどね、そういう適当にルカが自分の友達の女の子の名前を言うシーンにしたいっていうことを言ったらですね、 JP がこんな名前使ったらどうですかっていうことをね提案して、それ面白そうだなっていうので、取り入れました。はい、ここで敵登場ですね。フィアです。ここはですね、ルカがねちゃんとですねフックショットで逃げるんですよね。ちゃんとここにいるわけですね。ちゃんとこうやってですね、ダッチオフセットでコンボを保存してですね、ちゃんとこうウィケットウィブの攻撃につなげてほしいですね。こいつら、こいつらに限らず敵は大体登場と同時に攻撃してくるんですけどね、それを避けた時だけはねウィッチタイムは、ギリギリのタイミングで避けてもウィッチタイムは起きないようになってますね。あくまでも、一番最初の攻撃はねその敵の洗礼ですからね。ちゃんとこうダッチオフセットで繋いでれば回避した後もウィケットウィーブが出せるわけですね。このこいつじゃないんですけどね、炎の、フェアネスの方のねお話で言えば、フェアネスが走車場チャプター3の終わりの方でね出てくるところで噴火と同時に電車が吹っ飛んで、でそこでベヨネッタがこう電車の上をね避けたり電車の中入ったりっていうシーンがあるんですけどね、シーンはもともと前もお話しした通り溶岩のステージをぐるぐる回ってスタート地点に戻ってくるっていう設定があったんで、スタート地点 のベヨネッタが到着したホームですね、駅のホーム、あそこでイベントが起こる予定だったんですよね。
でもうテストにテストでこうすでにあのホームで爆発する電車が吹っ飛ぶっていうシーンがねできてたわけですけどね、まあいろんなステージの変更があって、それがなくなってしまって、でそのシーンが、もったいなかったんで、チャプター3にああいう操車場を作ってですね、あそこに電車を路面電車ですけど電車を移植して、あそこで再現したと。もうちょっと本当はね長くていろいろブリッジで受けたりとかいうシーンがあったんですけどね、ちょっとコンパクトにまとめて、あのチャプターに移植しました。で、あの下村さんを一番最初にあの会社に招いてですね、一緒に仕事を、しましょうということで、ビオネットを見てもらった時にですね、まあ、あのその時に一番あの完成していたその電車吹っ飛びのシーンをね、あの、まあ、駅のホームで吹っ飛ぶシーンだったんですけど、それを見ていただいた時にですね、まあ、下村さんが非常にこう興味を持って、まあ、もう一回もう一回って言ってね、何回も、再生してたのね。こいつらですね、敵をねあのダメージを与えるとあの外装が壊れてですね、あの中身が見えるっていうねネタですけどね、まああの体力ゲージみたいなものをね、出すことなく、敵のダメージの具合が分かるんで、あの、まあ、ゲームアクションゲームとしても非常にあの攻略に役に立つネタじゃないかと思いますね。ここはね解くと落ちるんでね、ちょっと見てみましょうね。これをね回すモーションは甲斐さんの渾身のモーションですね。今ねちょっと取れなかったんですけど、あの天使の、武器ですね、天使が落とす武器なんですけど、この武器、パンチボタンとキックボタンで今、弱攻撃と強攻撃を使う、仕様になってますけどね、あの開発当初はあの X ボタンで使うっていう仕様も検討していてですね、だからあの天使武器を持ってる状態で、まあ、今は、この銃プチ銃撃ですけど、X ボタンで天使の武器をこう使いつつパンチとキックも併用できるっていう、そういう仕様もね試していた時期はありましたね。まあ、それはね別に技術的な問題でやめたとかではなくてですね、あ失敗、単にちょっと操作が複雑になるかなということと、まあ、もうちょっと天使武器のね威力を高めてあのバリューを高くしようっていうことで調整して現在の仕様になったわけですけどね。まあ、そのパンチキックと併用するっていうアイデアもね面白いっていう声はね、まあ、割とありましたね、チームの方で。そういえばねさっきねあの、まあ、ずっと実況をこの実況で、ね、無視してますけど、あのアルフェイムですね、あのこのステージでもねあのあるタイミングで、ステージを逆走するとアルフェイムが出てくるっていう場所がありますね。あるね。言い訳になりますけどね、ちょっと本当に、実況に集中してるとね、プレーがおろそかになっちゃいますね。こいつらはね、確かザコに続いて、ザコのあのアップラウドたちに、アフィニティかなに続いて、2番目に、作られた敵ですね。まあ、開発当初から強くてですね、まあ、ドンさんもすごい強い敵を作るっていうことでね燃えてましたね。はい、ハーモニー登場ですね。こいつはですね、天使はねほとんど橋本くんがデザインしてるんですけどね、これはあの山崎くんっていうデザイナーがデザインしたものですね。山崎くんは基本的にあの召喚獣なんかのデザインをねしてくれてたんですけど、天使も一部、デザインしてくれててですね、
このハーモニーと、ビラブドですねは山崎君がデザインしてますね。はい、チェーンソーですね。まあ、これはね、まあ、欧米の人たちが喜ぶかなという気持ちを込めて、ね、入れたものですね。このトーチアタックだけはちょっとね性質が違っていて、使ったものをねそのまま武器として所持できるようになってますね。まあ、威力は強いんですけどね、使いにくいちょっと癖のある武器ですね。